ったっけ。おい、もう一人出てこんかい。おい、出てこんかい。こっちじゃ。ああ、そっから出てくるのか、今日は。こっちじゃ、こっちじゃ。わしに教えてくれるもんで、ちょっと緊張してしまった。申し訳ございません。いやー、共産人がおって酔いまつりは雰囲気でまことにええな。ありまするの。いやーの、それにしてもの、うん、本日、この時間、うん、わしのの、うん、天体観測では、うん、雨の予定なんじゃば。誰がわしの天体観測。申し訳ございません。そんな当てんだらもあるか。いや、よく当たる方なんじゃけど。いや、しかしながらの、我々はですな、尾張のアキンドと申します。アキンドでございまする。ここで本日、この時間帯に我々尾張アキンドがですな、尾張アキンドの名産品即売会っちゅうて急遽やることになってしまったんだけどな。おい、お主ら遠くにおる者たち、わしらの声聞こえとるかの。かぶっとるでわしの言っとることと。わしの声聞こえとるかの。こっちじゃこっちじゃ、今面白いことしとるぞ。もっと集まってちょ。うん、集まっとるもの見えとるけど、去ってくものも見える。話しいお主ら。うん、こういう時大体無視。諦めようかの。まあ、諦めようかの。わし、終わりの秋の名産品即売会中での終わり秋の名産品即売会、今日は何するか中と、名古屋飯を紹介しに参った。名古屋飯。ありがとうございます、ね。まあ、わしのな、あくまで個人の評価でござるが、うまいものがござるんじゃ。手羽先、手羽先の次にうまいものはひつまぶしじゃな。もっとうまいもの、わしの好きな大好きなものがござる。ちょっと待って、はい、ちょっと待って、松野じゃ。松野じゃ。どうした。実は本日即売会に来たわけじゃないじゃろ。天体観測。そうじゃ、天体観測しに来たわけでもござらん。どういうことじゃ。大事な情報を得るために来たんじゃろ。そうじゃ。さてさてさて、うん、ここらでお主らにちいとばかし尋ねたいことがあるんじゃ。そうじゃな。この辺りで落ち武者の集団を見かけ知らんだらの。そうじゃな。どうやらの、徳川家康とかいう武将が落ち延びてこの辺りを逃げておるそうなんじゃよ。なんでも、うん、本能寺にて織田信長を討った明智光秀が次の標的を徳川家康に決めたとか決めないとかっていう話があるんじゃな。まあ、そうじゃな。織田信長様に次いで徳川家康様さえ討たれてしまえば、天下を手に入れられてしまうのも同然だからな。噛んじゃ、噛んだからちょっとずれたじゃん。やかましい。申し訳ない。聞いてみるか。聞いてみるかな。ほう。で、どこじゃ。どうじゃどうじゃ。はぁ、あ、おお、どうしたんじゃ。びっくりしたか。裏山の方に。どうじゃどうじゃ。ほう、何者かに追われて必死に逃げておったと。はあ、ではあちらに徳川家康がおるのだな。そうか、それはいい知らせを聞いたな。ところで、我々が何故お主らにこのようなことを尋ねるか教えてやる。我らは明智光秀様より命を受けた。徳川家康の命を頂戴せよと。何やつ。我が名は服部半蔵。徳川家康様の命は我らがお守り申す。いえ、伊賀越え、はぁ、将軍の後ろ、はぁ、織田信長を討った明智軍、徳川家康の命を狙う。はぁ、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 服部半蔵は主君徳川家康伊賀国の険しい山道を越えるように進言する。服部半蔵 advised 徳川家康の主君 Dangerous in the mountains。 獅子奮陣の働きにより家康は明智軍を退け、伊賀を越え岡崎にたどり着くことに成功する。With the help of Hattori Hanzo
明智光秀が天下をつかむためには幾人も退けなければならない者たちがいる。我が主君徳川家康様もその一人。我が方は少数、追っては増えるばかり。我らがこの伊賀を無事に越えられる可能性は限りなく低い。無理は承知の上、民の幸せのため、天下太平のため、この命果てようとも家康様を守り抜く。Let's go ninjas! お前たちがいれば家康様の悲願必ずや成し遂げることができるであろう。この命にかけて精神忍びたる者、正しく心を忘れるな。全ての技は正しく心から生まれる。その技が天下太平の世を作り出すのだ。はあ、さあ行くぞお前たち。我らの思いを、我らの覚悟を民に伝えるのだ。ギョイ引き当たがれ、天下太平の世が来たる。あれぞ不らしき日々が今なお続く。共に越えようぞ険しき山を。皆が笑って過ごすため、我ら服部半蔵鬼手代ここに戦艦。なるみが島に
And very first foreign disciple of the legendary Hattori Hanzo. I am Muso no Soya! Ha! Hop! Hop! So, let's go! Ninpo, atama de! Dai kaiten! Hop! Nin! Yo! 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 よーし、戻って日本の戦になる。あ、逆じゃわしが、服部半蔵正成じゃ。我ら、服部半蔵の忍者隊、ここに水産不満の、いろんな意味でいろいろお騒がせしたが。どうしたの？びっくりしたの？そうですな。ではでは、我ら、どうしまするかの。
スイレン殿、我らセントレアでも活動しております。さようでございまするな。我らですの中部国際空港セントレアという場所でですの、お空港じゃな、愛知県の忍者空港プロジェクト注文をやっとっての、そうですな、土日祝日演舞やおもてなしをしておりまする、まあ日によってはの演舞がない日もございまするが、そのあたりはこう服部半島忍者隊でこうインターネット注文での検索検索じゃな。ちょっと間違っとるけど、インターネットじゃん。あ、インターネットでございますの。あ、さようかさようか、インターネットでございまする、はい、ぜひお調べくださりませの。ぜひセントレアにお越しくださりませ。お待ちしておりますね。では半島様、他にものござるな。そしての我は9月末まで、9月末までじゃ天守閣にて忍者学校をやっとる。そこでは忍者の文化を教えたり、みんなと触れ合うためにチャンバラ体験、手裏剣体験などをやっておる。ぜひぜひ来てくだされ。そしてなんと今週はの次の土曜日じゃ大村知事校長が参る。ぜひぜひ店員ガルガの来てくだされ。そろそろ時間かの。さようですと、あと3分ほどで退陣でございますで。ではわしの最後の一言じゃ。我ら服部半蔵忍者隊には使命がある。それは海をも越えて全世界に忍者の文化、そして愛知の良さをどんどん PR していくことじゃ。そして愛知県を世界一の観光地とする。そのためにも我ら忍者隊は世界一の忍者隊となる。客人の皆様方よ、そして我が忍びたちよ、わしについてまいれ。よい。それではまた名古屋城、そしてセントレアで会いましょうぞ。さらばじゃ。